はい、どうも、ゆたです。今回は、ちょっと今、洗車してたら、タイヤに釘が刺さってるのが見えたんで、ちょっと、どんな感じか見せたいと思います。これ見えますかね？ピントが合わない。こんな感じで釘みたいのが刺さっちゃってるんで、多分空気は抜けてないと思うんですけど、ちょっと危ないんで、これからちょっとオートバックスに行って、なんだっけな、メンテナンスカードみたいのを会員だと、タイヤのパンク修理が無料なんで、それでちょっとタイヤのパンク修理やってこようかなと思います。で、僕結構釘踏むんですよ。この VAB で、車4台目なんですけど、 VAB で踏んだの初めてなんですけど、過去の車合わせると7回ぐらい踏んでるんで、ちょっとなんでこんなに踏んでしまうのかちょっとわかんないんですけど、おそらく車高が低いとやっぱり段切りとかするんで、やっぱ端っこ走ったりするんで、それで踏んじゃうのかなっていう予想ではあるんですけど、まあでもこのサイドウォールとかじゃなかったんで、釘が一応補修はできるんで、まあよくはないですけど、良かったかなっていう感じで、ちょっと今から修理に行ってきます。はいはい。で、この前のパンクの件、オートバックス行ってきたんですけど、ちょっとまあ今数日後ではあるんですけど、ここが一応なんか釘っぽいのが刺さってたっていうところなんですけど、これ結局釘じゃなくて、なんかアルミの破片みたいなのがちょっと刺さってただけで、結構浅かったみたいなんで、奥まで一応貫通してないんですよ。で、抜いたらエア漏れも一応ないってことなんで、一応まあ大丈夫みたいなんですけど、まあ一応運転は気をつけてくださいっていうことで、一応良かったです。一応12月末ぐらいにニューホイールが、タイヤとホイール届くんで、まだちょっとそれはお楽しみなんで、何のタイヤとホイールかは言いませんが、一応それまで持ってくれれば、タイヤの摩耗具合からしても全然走りに行っちゃっても12月ぐらいまでは全然持つと思うんで、はい、一応良かったです。一安心ということで、はい、パンクの件は一応こんな感じですね。はい。